の時に崩されちゃうから飛ばせる。うん、そう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 。あそこでね、これがミスを組んでる、はい、そう、そこでまっすぐ伸びるからね、肘関節がかかっちゃう。そこでかけてる、はい、そう。これね、はい、動かなくていいからね、こう入ったこと、こう出るんです、こういう空手の方、うん、これ50流のね、精一杯っていう方で、で掴んでくるじゃないですか、こう、両手で、そう、こう入るんです、こういう、あ、そう、同じなんです、だからこうで、こう入れた瞬間、こうが、これが空手の方、先輩と同じ動きなの？そう、全く同じ、うん、で、これの合計筋の方っていうのはこっち側がこうなった時にこう入るんですよ、こういうふうに、で、合計筋の場合はこういうふうになるんですよ、理由はこう掴まれた時にこう入ってこうやると相手ひっくり返っちゃう、うん、で、アクトル剣の方がちょっと上手が同じな、あの鶴剣の流れでもね、ポイントはね、小指なんです、小指と掴まれた時にこの手を絶対に離さない、こうつけとく、つけとく、で小指でこうかかっちゃう、こういう、そう、でこの位置になると蹴りが入るんです、スターンとね当然この位置だから本来だったらこれで顔面蹴ったらおしまいだ、うん、これだともうやるとこれで逃げられるんですよ、でここにこう持ってくる、こういうで、こう来た時に沈むと簡単にスターンと落ちちゃう、顎を引くんです、うん、そう、顎を引いて締めを逃がす、この右足がミスが、ずっと後ろに押していくと相手が勝手に転ぶ、この足が、そう、足がミスなんです、なるほど、と強い大きい男でもコロンと女性に引き返される、本能的に投げられる、そうそうそう、腕で引っ張ってぶん投げるわけ、そうそうそう、違う、うん、引き崩されちゃうから、あの手が決まってるから、そうそうそう、結局これ以上曲がんないから、こう決める感じ、これなるほど、うん、こう頭のポイントはこう相手が殴ってきた時に輪っかを作るんですよ、輪っか、こういう、あ、そうすると勝手にここに来る、勝手にこう、なるほど、受けながら取れちゃう、うん、そう、これでそのまま投げちゃう、空手の方でもこういうのやる、そうそうそう、同じである、輪っかを作る、関空でもこうなると、ね、外してこういうふうに、こういうふうに一緒で、うん、だこれが開催なわけ、はい、開催を解くときに普通は分かんないから見たってね、殴ってくるなって想定外だもん、でここでこうなると関空もこのままこうとする、結局ね、形だからこういう風になってるけども、はい、実践になったらこういく、そういうこと、ね、そのまま回したり、そう、そしたらちょうどこう雰囲気になってるけど、ね、なるほど、ポイントはね、こう来た時にここでもう完全に抜くわけで、これ見えないんですよ、ここで小手で水打ち打ってる、でそのまま顎に持ってって前行くから相手は倒れる、こういう感じ、だから見えないからね、この隠し手になってる、指立てる、指立てる、うん、こう来た時にこう入ってここで指立てる、あ、そして呼吸を吐く、で
もう完全に呼吸吐いた瞬間にクッとなるから。刃物でついてきてもこう避けられるんですよ、こういうふうに。で、取った瞬間ここでクッと入るから、意外と合理的に作ってる技だと思うよ。